国際連合安全保障理事会の議場を2000年9月8日に開催されたサミットでの安全保障理事会常任理事国首脳。なお、左下から半時計回りで一家の順となる。中華人民共和国主席、江沢民フランス大統領、ジャックシラクロシア大統領、ウラジーミルプーチンイギリス首相、トニー・ブレアアメリカ大統領、ビル・クリントン国際。 連合安全保障理事会常任理事国国際連合安全保障理事会常任理事国は国際連合安全保障理事会を構成し高級的な地位を持つ理事国である。1945年9月2日に集結した第二次世界大戦の戦勝国に基づき中華人民共和国フランスロシアイギリスアメリカの5カ国はアンポリ常任理事国である。 国際連合憲章第27条により、アンポリ常任理事国は、手続き事項を除く全ての事項に関するアンポリの議案への拒否権を持つ。アンポリ常任理事国のうち1カ国でも反対すれば、議案は成立しない。また、同108条によりアンポリ常任理事国は、国際連合憲章の改正に対しても拒否権を持つ。安全保障理事会の運営に伴う問題についての、 改革で具体的には理事国の増加について様々な案が出されている。G4 諸国常任理事国国際連合広報センター国連安全保障理事会国際連合憲章第18小国連ホームページよりありがとうございます。